はい、厚生年金の受給額を、ね、教えてくださいというご相談が、ね、結構あるんですけれども、これはなかなか各、方のですね、各人の、加入記録、年金加入記録ですね、加入期間、それから各期間の報酬額がいろいろですからね、結構算出するのは難しいことになりますから、現実的にはその年金事務所にね、年金相談、行く等としてですね、行くなどをして、確認をいただくということになります。で、ただまあそういった額面上の、厚生年金受給額の相談よりも私どもで一番多いのは経営者の方の、在職老齢年金の仕組みを勘案した上での実際の厚生年金受給額の相談が多いですね。例えば、まあ、年金としては140万とか、120万とかもらえるという、記録をね、権利があるという、ことを年金事務所の方で聞いてきましたと。ところが現状の報酬では報酬が高いので老齢厚生年金が実際は0円となって受け取れませんという説明を聞いてきましたと。ところがちょっとよく説明が分からなくて、なぜそういうことになるのか、それを避ける方法はないのか教えてほしいというようなね、ご相談が多いわけです。で、私どもでは現在役員様向け限定なんですけれども、60歳代前半の方であっても60歳代後半の方であっても70歳以上の方であってもいいんですけれどもね、現実問題として報酬が高いので老齢厚生年金が支給停止になっておられる経営者の方向けに、老齢厚生年金を受けられるような、ね、報酬の設定の仕方をお教えしています。年収を下げてしまったら老齢厚生年金を受けられるのは当たり前なんですけれども、私どもでご案内しているのは、年収を、ね、下げないで報酬の支払い方だけを変えることで老齢厚生年金を受けられるようになるということですので、老齢厚生年金を受けられる分と、それから年金が、それから報酬を、ね、下げなくても良い分と考えれば、手取りの合計の、ね、収入というのは増えることになります。ご関心がございましたらお問い合わせください。